きますか、はい、きますか。皆さんお待ちかねのドタマさんが来られてるみたいな気もするような、はい、はい、皆さんあの呼ぶ準備します。皆さんで、ね、いいですか。皆さんあの私たちドタマさんコールするので、せーのって言ったらドタマさんって言いましょうか。叫んでもらっていいですか。じゃあ一回練習でいきます、はい、いきますよ、せーの。いや、まだこれ足りないですね。足りないですね。足りないですよね。じゃあまず男性の方いきますよ、せーの。あー、いいですね。じゃあ女性の方のさらにでもよろしくお願いしますね。はい、せーの。ありがとうございます。はい、それでは最後で、はい、じゃあ皆さんで呼びましょう。せーの、ドタマさん。こんにちは。丸分かりのリハーサルありがとうございます。ラッパーのドタマです。よろしくお願いします。イエイエイ、J リーグ第30節、イエイ、1ヶ月ぶりにやってきた、てかまた来てんじゃねえって声も上がってるかもしれねえけど、俺はサガン鳥栖、チーフラップオフィサーとしていっぱいもさせたくねえから今日やってきたぜ。よ、昨日飛行機ちょっと若干乗り遅れて俺夜中やってきた、そして藤瀬さんたちと一緒に飯を食った、そしてケーキ奇襲会みたいなことをやったぜ。俺はがっつり今日勝ってほしいと思ってる。イエイ、1ヶ月前首位 FC 東京に勝ったんだから3位の横浜 F マリノスに勝つのなんて楽勝だぜ、なんて言ってしまうと横浜 F マリノスさんに怒られるかもしれねえけど、それぐらいの気合で今日勝とうぜ。いえ、天皇杯結構散々な結果だった、俺はしっかり見ていた、だからみんなちょっと心に傷も負ってるだろう、今日出れない選手もいるだろう、でも俺たちが一丸となって応援すれば絶対に勝てると俺は信じてるから、今日みんな一緒についてきてくれ、よろしくお願いします。勝つわ。これで終わりじゃありません、はい、始まりです、はい、はい、この度、私チーフラップオフィサードタマトークショーとミニライブをここで30分間やらせていただくことになりました。皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。早速ですが、もう呼び込みましょう。来てるんで、今日はね、特別にアナウンスしてませんが、選手が2名お越しいただいております。私の推しメンのあの方がいらっしゃってます。私の動画普段見てる方はわかると思いますが、それでは早速ご紹介させていただきましょう。すみません、ちょっとあの失礼がないようにしっかりカンペを見ながらやります。ここはね、ここミスっちゃダメなので、はい、それではご紹介しましょう。まずは1人目、あの方のモノマネをしながらやりたいと思います。背番号ナンバー20、石川ひろと。ありがとうございます。拍手でお迎えください。ひろと、ありがとうございます。そして2人目、背番号ナンバー44、金崎ムー。金崎ムー、今ムーちゃん、ムーちゃん、ムーちゃんって、ムーちゃんって、ムーちゃんはむーちゃん、むーちゃん、マイク大丈夫ですか？届かないな。むーちゃん、ありがとうございます。お越しいただきました、金崎ムー選手と石川ひろと選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。むーちゃん、プロフィールをざっくりご紹介させていただきます。石川ひろと選手、福岡県出身、ミッドフィルダー、アンダー20からサガン鳥栖一筋、2017年よりアンダー18からトップチームに昇格、10月29日第30節のアルビレックス新潟戦でプロ入り戦初先発、これからのサガン鳥栖を担う選手として期待を集めています。ひろと、すみません、ウィキペディア丸パクリしておきました、すみません。そして金崎ムー選手、サガン鳥栖背番号44番、フォワード、5人目の子として生まれ、母親がムー大陸にちなんでムーと名付けられました。これ本当ですかね。小学校2年生からフットサルを始め、5年生の時には全日本少年フットサル大会で3位に入賞、以後ボルティモ年生、鹿島アントラーズなどの強豪チームのメンバーを務め、現在はサガン鳥栖でフォワードを務めていらっしゃいます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ムーさん、普段こういう場出てきませんよね。はい、退場したんで社長に出る。そうですね、今日ピッチに立つ予定は
今日は、はい、応援します。応援する、はい、そうですね、今日は出れないんでしたね。はい、すいません、ちょっと辛辣ないじりで申し訳ないですね。今日はもう来てる皆さん、まあ本当に聞きたい方がいると思うので、あの私の声もあるんですよ、私の声もあるんですけど、あえて聞きたいんですけど、あのここに集まってる方、聞きたい方いっぱいあると思う。この質問、なぜ天皇杯切れた？聞きたいですか？あの結構つあの裏の方に突っ込んでもう聞いちゃっていいよって、あのいやもうね、みんな聞きたいよね。ほら聞きたい聞きたい、なんで切れた？やっぱ、まあ、本当に勝ちたかったんで、やっぱその気持ちがちょっとそういう風に出ちゃいましたね。いや素晴らしい、はい、もう勝ちへの執念がゆえにムカついてしまったと、まあ、はい、でまあ親に連絡してお前は30歳にもなってまだそんなことをしとるんかと言われました。いや優しい親御さんですね、はい、気をつけます。いやでも素晴らしい情熱です。皆さんぜひぜひ今後も応援しましょう、よろしくお願いします。ちなみにあの金崎選手、今シーズン、J リーグだと7得点挙げてらっしゃいますね、はい、今1位があのマルコス・ジュニオール選手の14得点です、はい、J リーグ残り4節残ってます。で次節から出れますよね、はい、出れるので1試合、何点だ、2点ずつ挙げれば、はい、得点王になりますよね。そうですね、1試合2点、はい、いや夢じゃない、1試合2点入れれば8点で1位に躍り出て金崎選手得点王になります。皆さん見たいよね、得点王になる意気込みを持って次節頑張っていただけますでしょうか。そうですね、もうみんなが全部僕にパスをくれればいけるかもしれないです。豊田さんにあげたいけど、クリッカとかあげたいけど、まあ、まあ、無理みたいな。いや楽しみですね、ぜひぜひ皆さん得点王になれるように全力で応援しましょう。ムータオルがありますね、すごい、あのコアファンがいます。違う、コアファンがいるためにちょっとこれ聞きたいんですけど、コアファンとかやめてもらっていいですか？え、なんでコアファンってなんダメ？コアってなんかあれでしょ、ものすごい大好きってことで。あ、そうなの？うん、え、なんだと思ってたんですか？怖いファンってこと。いや、なんもないっす。なんもない。いきなり今全然関係ない質問するんですけど、好きな女性のタイプは何ですか？おおって今どよめきましたね。女性のタイプ、いや話そらさないでください。時間を聞きたいでしょ、石川のあれも。じゃあ石川選手の好きな女性のタイプ、いきなり好きな女性のタイプの質問から始めちゃっていいの？優しい人です、ね、優しい人、はい、優しい人ぜひ立候補してください、よろしくお願いします。はい、金崎選手すぐ回ってきました、パスが。そうですね、まあ退場しても自虐するな、はい、優しく言ってくれる人の方がいいかもしれないですね。いや間違いないですね、優しい女性、あのお二人待ってますんで、ぜひぜひ立候補してください、よろしくお願いします。すいません、あの金崎選手ばっかりに聞いておりましたので、ちょっと石川選手にお聞きしたいんですけども、アンダー世代でだいぶめちゃくちゃ活躍されて、サガン鳥栖一筋ということなんですが、はい、トップチームに入ってからは、めぼしい活躍があまり見られないんですけども、そこら辺はどう思ってらっしゃるんですか？怪我しとる、まあ最近復帰したので、これから見せていきます。これから頑張ります。私は意地悪で言ってるんでありません、これからの抱負を聞いたんです。惜しいな。石川選手、金崎選手、全力で応援しましょう。私 CRO チーフラップオフィサーで、あの僕のフリースタイルとか見てます、ネットの。石川が見てます、毎試合上げてるんですけど。ああ、ツイッターのやつ見てます。 ありがとうございます。どうですか、ムーさんのこと結構言ってますね。そうですね、はい、私推しメンなんで本当に。本当ですか？いつもあの試合終わった後に勝った時も上げた時もあのこうえいえいえいって選手の皆さんとやるんですけど、一人だけで本当に一人だけと思って、でも大好きです本当に。あるんですか？めちゃくちゃあのガッツあるプレー、あのこの間のジュビロ戦も本当にお一人でバーっていって手入れられて本当に最高でした。ちょっとお二人今後もぜひサガン鳥栖の勝利目指して頑張ってください。本当に今日はお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。金崎ムー選手、石川博人選手でした。大きな拍手お願いします。あ、じゃあお帰りいただいて大丈夫です。ありがとうございました。お二人に大きな拍手お願いします。こんなに人が いて、そうですね、チーフラップオフィサーグッズ、あの500個なんですよ、ぶっちゃけ今売れてるのが。あ
と1200個なのね。あははじゃなくて来年もぜひ本当に続けさせてもらいたいです。その代わりやっぱり売れないと私もやっぱりあのラッパーなのでとっさにぜひ貢献したいし、やっぱりみんなで一緒に上がっていきたい。だからぜひ皆さん何卒あのこの後上でも今もやってますので予約受付中です。試合終了後もビアガーデンで予約受け付けますので、ぜひ皆さん買っていただけたら嬉しいです。本当によろしくお願いします。はい、選手のトークショーは終わりました。この後選手は誰も出てきません。これから私のライブをやりたいと思います。皆さんライブ一緒についてきてくれるかな。ウェーイってなんだついてきてくれるかい。よし、ありがとう。さっきは選手の皆さんとお話をしたので、今度はお客様とお話をしたいと思います。今からお客様からお題を募ってフリースタイル即興のラップお題フリースタイルをしたいと思います。どうしようかな。今から7個お題をいただきます。この場でお客様が挙手で出したお題をいただいて7個11月2日 J リーグ第30節この豊島園広場だけの即興のラップを作ってやらせていただきたいと思います。それでは挙手であのこれでラップしてくれっていうのがあれば、はいはいはい、結構シャイだな鳥栖市民。あ、はい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 、そのはい帽子かぶってる方、はい、あ、お辞儀した礼儀正しい、はい、お昼焼きそば食べたので焼きそば、はい、焼きそばお題1個目焼きそば、はい、あと6個ジャイアントギリング、ありがとうございます。私の曲聴いてくれてますね。ジャイアントギリング、はい、ジャイアントギリング、 J1 残留、 J1 残留間違いないですね。はい、焼きそば、ジャイアントギリング、ジャイアントギリング J1 残留、はい、よ、あ、どうぞ。そうですね、今もういたもんね。そうだよね、金崎、はい、金崎、石川、はい、あと2つ、あ、ちびっこ、最前列のちびっこ、あ、ごめんね、ごめんごめんね、はい、ミニオンミニオン、あ、もう完全にこの子ですね、はい、ミニオンはい、ミニオン、あと1個、あと1個、お題、あ、唐揚げ、佐賀県、あ、失礼しました、え、佐賀県、佐賀県、はい、以上整いました。焼きそば、 J1 残留、金崎、石川、ジャイアントキリング、ミニオン、一番最後、すみません最後だけど忘れちゃった、こんなんで大丈夫かな香川県、あ、佐賀県、はい、この7つで今からやらせていただきたいと思います。 MC ドタマお題フリースタイル、しばしお付き合いください、よろしくお願いします。ビートお願いします。あ、誰もいないイエー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 、ちょっと音がでかいぜイエーイエーヘイ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 、このファレルのハッピーに乗って楽しい気分をお客さんにさせたいから、こうやって即興をかます、みんなの合図拍手、俺は隔週で来てるわけじゃない、 MC ドタマ栃木の生まれ東京在住、それでもここやってきた鳥栖市、おいしい食べ物お寿司、yeah、 俺に歓声くれ僕に、yeah、 さっきやってきた金崎選手に女性関係のインタビューはするなって言われたけど、俺はがっつりしちまった街でクズ野郎、イエー、クソだろ、いやそんなことはねえ、ラップスキルは超一流、イエー、どういくかわからねえけどこの記憶は残らねえ、 YouTube 石川選手今日初めて話したけど、あんな無垢な顔をしてると思わず俺はちょっと質問に詰まった、ラッパーだからこんないっぱい話もかけれるけれど、やっぱり1個だけの質問しかできられなかった、そうだ俺はサガントスチクラップ大きさ、まだ1年も経ってねえから選手の全てを丸分かり知ってる
わけじゃねえんで俺はこのまるでサハラ砂漠に取り残されたスコーピオンのように毒針持っている。そう今日完璧な使い手ラッパーだからマジうまいぜ。今日あの人が食べた焼きそばバリに俺のラップはジューシーで美味しい。もしくはディズニーミニオン、もしくはミニオンクみたいに颯爽と走るこの現状。イエスセッション横浜 F マリノース。確かに強豪チームだけれど俺は全力で戦って勝つ。サガント数を見たいから今日ここにやってきた。あともう一つ言うと CRO グッズ、ぶっちゃけちょっぴり売れてないからみんなに買ってほしいんだこの野郎。マジだ俺のラップはみんなの心を射止めてく。いえそしてサガントスの敵仕留めてく。レペゼン佐賀県構わねえ、俺はマイクを持ったら離さねえ。それが俺の道筋、ヒップホップ一筋だけどチフラップオフィサーとしてサガントス全力で応援しに来てる。そこだけは間違いねえ。大物食いジャイアントキリン、サイファーの日々災難の意味ここで考えながら前に進むぜ。今日は来てくれてありがとう。みんなで頑張って最後 J1 残留しようぜ。よろしくお願いします。ありがとうございます。お題全部拾えてたかな。イエス7個イエーイクリア。それでは普通の曲を歌いたいと思います。サクッとやって帰ります。よろしくお願いします。僕の曲知ってる人一緒に歌ってください。悪役声聞かせてくれ。おえおおえおえおおえおえおおえおえおせいおえおえおラストおえおえおこいつもこいつもクソダメ、オタクを並べまくるクソだらけ。現代社会お詫びに限界はない。クレーム野郎バイバイゲーム全員で謝罪会見。誰に謝ればいいの、謝る相手が
誠に申し訳ありません。謝りたい謝りたい謝りたい誠に申し訳ありません。謝罪会見かなり最低気分バイバイで頭下げ謝罪会見かなり最低でもないしどうでもよくね。番に手出した二股かけたやった仕事サボりました。自分も何かやらかしてるって知ってて他人に謝らせる。スマホの歩き見座席の割り込みマナー違反でごめんなさい。心から謝るから許してちょんまげその発言訂正誠意が足りない。はいはいはい土下座でも納得はしない。謝れ謝れうるせえな正義病のクルセイダーズ。この度は自分の軽率な言動がこのような事態を招きご迷惑をおかけしました。クソったれモラルハラスメ倫理観のパラノイアサイコパス狂人たち正しさ強制感触を複数その前に表明します。遺憾の意全員手挙げて申し訳ありありがとう。誰に謝ればいいの。謝る相手が多すぎて何に謝ればいいの。謝ることがもう多すぎて謝りたい謝りたい謝りたい誠に申し訳ありません。謝りたい謝りたい謝りたい誠に申し訳ありません。ありがとうございます。最後に1曲だけ歌って帰ります。10月4日ハーフタイムショーで披露させていただいた曲です。今回の CRO グッズにも入っています。1年間サガントスさんのことを自分なりに下手くそながら無理知識ながら勉強させていただいて全力で応援したいクラブチームさんだと思いました。来期もぜひ来年も1200個あと売れないと私は続けられません。これマジです。皆さんの中に私をよく思ってない方もいると思います。選手の悪口ラップでガンガン言いやがってこの野郎とか思ってる方もいると思いますが心からサガン鳥栖を愛しております。これはマジです。営業で言っているわけではありません。本当にそう思っています。マジでそう思っています。このグッズに入っている曲を今から歌わせていただきます。巨大な敵そして内面弱い自分と戦う全ての人に捧げます。ジャイアントキング。来年も一緒に続けさせていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。負けて色褪せている野望しつこく追ってくるトラウマと屈辱引きずってるマイシャドウ輝き失ってきたいアモンまだ気にする誰かの罰を奴らのせいにする当然だろう。それでも沈黙を選び戦うさすれば折れた羽も羽ばた絶望の数だけ自問自答まだ耐えろもう少しの辛抱負けから学んでビクトリー傷だらけでも気づくヒストリー主義今かけるんだこの全力に己の価値を信じ立ち上がる者だけに栄光と価値がある。 I see the world above the world survivors is all let's go 諦めるまで続き戦い。 I see the world above the world survivors is all let's go。うちだらけ恨み続けたアース無理と決めて腐り続けたやつ環境メンバー他人あとは何誰かのせいにするアホじゃないフィジカルコンディション右下がり置いたライオン映る鏡汚れたハンカチーフファンやチームじゃなく自分にアンダーリーズ冷静さの中情熱冷めないかけがえない機械はただ痛い虚しさよりフラッグ飾りたいこの言葉には嘘はない。ジャイアンキリン It's over there 誰が相手だろうがこうやってな恐れるな恐怖を食い散らかせどう猛な自分もすぐに話せ。
ました。今日全力で応援して皆さんで勝ちをもぎ取りましょう。そしてシーハローグッズ本当にマジでよろしくお願いします。シーハローグッズよろしくお願いします。